ミキーメグ俺らパンパカパンチーズ合ってる合ってるすごいということで俺らにメグちゃんしまいました。嬉しいやっためっちゃ嬉しいんだけど嬉しい私たち一番仲良し一番合ってる一番仲悪いと思われてるからね。そうだよ。今日はね、やっぱドラコイ全てのオンエア終わって、すごくドラコイでね、ファンも増えましたし。めっちゃ増えた。めっちゃ増えたよね。本当に。私たちめちゃくちゃそもそもドラコオタクだったんですよ。シーズン1から私はインスタでなんかドラコおじさんって言ってて、めぐちゃんは自分の YouTube のチャンネルで実況してたのよ。シーズン3だけだけどね。がまさかのオタクが出るという。本当だね。やっぱさ、ドラコオタクからしたらさ、その後はとかさ、実際どうだったのみたいなめちゃくちゃ気になるじゃん。はい。だから今日はドラコオタクの気持ちを代弁して全部話しちゃおうっていう話そうね。いや一番気になられてるでしょ絶対ミッキー。旬ミキどうなんですか。旬ミキはね仲良しですよ。知ってるわそんぐらい。仲良しなの分かるでしょ。分かるよ。じゃあよく送るじゃん写真とか2人で。本当よ。ご飯とか行ってるじゃん。うん。ご飯も行ってるし、あとペットショップ行ったのとバッティングしたわ。バッティングセンター行ったの、うん、聞いて。バッティングで知らなかったっけ。それ言ってないよ。バッティングに行ったのね。バッティングセンターみたいな感じなんだけど、うんうん、もっと緩やかなバッティングセンターっていうか、モニターに絵があってみたいな、なんかそのゲームみたいなバッティングセンターだったのね、うん、でも球とかも拾いに行けちゃうみたいな感じだったの、うん、そこで俺が投げるからとか言って、私謎に壁に立たされて、俊介くんのすごい剛速球のボールをこれでみたいなのをするっていうのをずっとやってた。うん、本当に2人こんな感じなんだよ。何やってるか分かんないもん。そう、ずっとそういう平和な感じ、仲良し。どうよ、りょうくんへの気持ちはまだあるの？聞いちゃいます、うん、やっぱ気になる。気になる。そうだね、気になるよ、うん、ご覧の通りないです。やだ、あってやだ、あってよ。さすがにだってさ、全部さ、あの中で私は伝えたわけよ。まあね、もう後悔がないようにっていうので全部言ったわけ、うん、それでああいう終わり方をして、ヨウモもラブラブだし、うん、私25歳だし、もう応援しようって思って、みんな頑張れって感じよ。優しい。次行こう。めぐちゃんはめちゃくちゃ勘違いされてるんですよ視聴者に。私はこれを言いたい。何の勘違い？あのね、めぐちゃんをね、怖いよ、めちゃくちゃ、ね、悪く言いすぎなの。じゃあめちゃくちゃさ、なんか、おい、めぐ邪魔すんなよみたいになってるじゃん。違うのよ。めぐちゃんはめちゃくちゃいい子なの。2回目の撮影ぐらいからもう、あ、もう、りょうもも、もう絶対ここ2人や、みたいな。帰りのバスとかも、りょうももで座らせろみたいな。なってたじゃん。なってたわ。合宿もね。みんなの気持ちわかんないけど、まあ、りょうもも安定だな、みたいな。もう、陸見家みたいな。そうね、あったよね。陸見家みたいな感じで、りょうももだなってなってたのよ。だけど、そこで密かに、りょうくんのこと思ってた。誰にも言ってなかったよ。誰も気づかないわけ。だから、もう、めぐちゃんの真ん前でみんなで、ちょっと、りょうもも隣の席に行ったら、って言って、なんかみんなで、ちょっと、ともくん、ちょっと、じゃあ、どいてどいてとか言って、りょうもも隣に座らせたりとかしてたわけ。でも気づかないから、めぐちゃんに。そうだね。それをちゃっちゃ見てる。でも、ちゃどこ、あれ、めぐちゃんは、大地くんなのかなと思ってた。みんな言ってた、それ。で、私は、最初大地くんだったから、うん、あ、オーディションもめぐちゃんだったし、取られるわみたいな。取られるわ。で、2人のさ、かおちゃんとのさ、りょうくんのキスシーン見てさ、うん、めっちゃ泣いてて。っていうか、そのオーディションで、うん、かおちゃんとりょうくんって決まった時に、今までに見たことないぐらい泣いてた。ズーンって言ったからね、あの時。本当にもう目がパンクするぐらい泣いてて。パンク、もうパンクだよ、マジで。で、そこで、へっ、りょうくんなんだ、みたいな。でも、なんか自分は、そんな、ももりょう、に入り込めないよみたいな、そのまあドラクエの感じだとすごい入り込んでる感じに見えちゃってる部分もあるけど、結構なんか2人をね陰ながらもう応援、背中を押してる感じだったら自分も好きなのに。みんな頑張ってるからさ、みんなのこと好きだし嫌いじゃないからさ、頑張ろう、ももちゃんも頑張ろう、みんな頑張ろうみたいな。すごい複雑だったのよ。あの後もさ、2人ともりょうくんのこと思ってるよ。3人のお風呂入ったじゃん。そうだね、入ったわ。複雑だったわ、あの時。今考えたらももちゃんと一緒に夜中カップラーメン食べて。そうだよね。そう、なんかその合宿の寝る場所がマジで怖くて、三面鏡が10個ぐらい並んでる部屋だったんですよ、畳の。うわーってね。で、めっちゃ髪臭いし、畳がすごい湿ってて、冷房壊れてるしね。めちゃくちゃ私たち女子部屋だけめちゃくちゃ空気悪かったのね、うん、もうなんか一歩入っただけでもう、やべえ、いるわみたいな。いるわ。ぐらいやばかったの。なのに、かおちゃんは次の日も主演だし、朝早い、寝る、うん。で、はるちゃんもやっぱ落ち込んでたから、一人でパーって寝ちゃったのよ。二人だけ、ももちゃんと二人でカップラーメン食べて、どっか外行っちゃったわけ。真夜中2時ぐらいだよね、深夜。そうそう。その時二人何話してたの？
え、でも恋バナもしてた実際。え、それはりょうくんって言わずに、いや、名前は言ってないけど、お互いなんとなくつらーわけよ。でもお互い同じことのこと、人のことをちょっと言いながらカップラーメン食べたの。カップラーメンつらーって、つらーさ。でもうすうすわかるわけよ。あ、この子は中間告白あの子に行くんだろうな。まあそれはね、ももちゃんも絶対わかってたはずだけどさ、お互い頑張ろう、いっぱい言おうねって言って、あれよ、放送された。切ない、裏こんなにいっぱいあるんだね。切ないね、いろいろ裏ストーリーめちゃくちゃある。もうドラクエドキュメンタリー撮ろうよ。やりたい、ドラクエドキュメンタリー資料集めればいっぱいあるよ、ね、裏カメラとか回しとけばよかったね、うん、ちょっと喧嘩エチュードもさ、もう私とめぐちゃんもさあれっすわな。そう言っていいですか、うん、黙れブス、うん、それねめちゃくちゃ炎上してたね炎上して私のコメント欄もアンチで800人以上埋まったもん、うん、本当に。でもね、それいつも私普段日常生活それアンチ800人いつもそれ。いやもうミキちゃんのことみんなは分かってないのよ本当に。いやいや、もうそこ私はそこ言いたい。だって別に私だって普段からいろんな人にブスだデブだ言われて、そこでメグちゃんがエチュードですよ、喧嘩エチュードっていう別に本気で思ってる言い合いじゃない、喧嘩をしなきゃいけないとこで黙れブスって言ったことでめちゃくちゃブスはないわみたいになっちゃって、そうそうそう、おめえの方がブスだわって見ちゃう。でも私はそんなのも言い慣れてるしエチュードって分かってるから全然もう1ミリたびとも傷ついてないわけむしろはいブスですって感じなわけ。面白かったも全部流してるし、あそこの喧嘩エチュードも本当にミッキーが面白すぎた。そうだから、しかもね、私毎回めぐちゃんのとこペア決まったとこに入り込んでみたいな、毎回2人で争ってみたらすごい仲悪いのかなって思われてますけど、私たち一番仲いいよね。一番なんでならもう3日連続くらい一緒にいる。3日連続くらい本当に。昨日もインスタ配信した後私の家でバチェラ見たよね。バチェラ私寝てたけど寝てた、私ずっとこうやって見てんの。でもさ、すごいと思うよ私は、あの状況でめちゃくちゃりょうくんに思いを伝えられた、うん。じゃあ、 あのさ、私はね、これは絶対応援してほしいなって思ったののところがあって、バスケみんなしてたじゃん、うん、で、あのバスケを50回シュートするみたいな、うん、ノルマがね。あの時にまあみんなでお互いね、バスケで応援し合ったりいろいろやってて、あれ、バスケの50回が終わった後にココが話すみたいな感じだったのよ。ありました、ありました。その時にめぐちゃんはすぐりょうくんのとこに行って思いを伝えに行ったの、はい、そこ使われてたよね。使われてた。そしたらもうももちゃんずっと泣いてて、かおるちゃんがみんな水を飲んでたの、ももちゃん。ももちゃん泣いてるの慰めて、私は大丈夫大丈夫って言って水飲んだ。そしたらかおるちゃんがパーって来て水3本持って、え、行かなくていいのももちゃんえ、行かなくていいの本当にみたいな、え、水持ってきなよみたいな。かおるちゃんすごいももちゃん背中押してた。でももちゃんは泣いてて、そしたらかおるちゃんいいんだね、じゃあ行くよ私、いいんだねって言って、かおるちゃんが水3本持ってりょうくんとめぐちゃんの方に来て、もう、まあ、だから一緒か、かおるちゃん、何かおるちゃんみたいな、ももちゃんじゃない、え、かおるちゃんかおるちゃんめっちゃおもろかった時、行くよじゃあ私いいんだねいいんだねとか言って2人とこ、なぜかかおるちゃんが水を持って真ん中に来て、もうりょうくんと私なんでかおるちゃんになるよね。かおるちゃんなかったでも、ももちゃんはそこで行けなかったで、私はね、あのこれもう何回も言ってるけど、どれどれ何分かんないよ、私が、うん、俊介くんへの気持ちが明確になったことがあったのよ、はい、うん、それはどこの放送にも使われてないこのコメントは、え、言った方がいいよ絶対これ、え、もう言ってる100回ぐらい、ちょっと待って待って待って、どれどこだ、何だ、私がそのキスシーンを撮って、はい、いや大地くんじゃなくてやっぱ俊介くんなんだってはっきりしたじゃん、うん、でもそれまで、これは完全なる気持ちのはっきりはまだ分かってなかったのね、うん、あ、まあそうだろうな、一番気になる人は俊介くんだなぐらいだった。オーディションでさ、はい、ランダムだったじゃん。そうですね。で私はりょうくんとだったのね。で、めぐちゃんが俊介くんだった。そうだそうだ。でその時にめぐちゃんと俊介くんがチューをしてるのを見て、すいません、なんか胸がチクチクしちゃったの。すいません。でそこで、あ、私好きってことなのかも。そうだ、言われたわ、言われたわ、ミキちゃんに悲しかったって直接言われた。そうそう、私もりょうくんことしてるんだけど自分もしてるから言えないんだけど人のこと、でもなんかそこで気持ちがはっきり気づいたの、うん、あ、いや気持ち焼いてるってことは、あ、これ恋だってなった。好きだ。そうそう、なんかめぐちゃんが俊介くんにすごい女の顔してたの。なんですごい違う、なんかすごいやっぱ演技もあるけど、入り込んでましたよ。すごいなんかキスの後の顔見て、
あ、これめぐちゃん俊介くん選ぶかもなみたいな一人でそれ焦ってたの。うん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 。芝居的な面でってことね。そう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 。なんか芝居的ですごい良かったから二人がね。だからあ、二人もしかしてこれめぐちゃんかかおりちゃんかみたいになってた時に投票だったんですけどね。その時にさ、これ俊介くん行くかもなとか思っちゃったの。で一瞬私に投票みきちゃんしてくれたんですけど迷っちゃったんですって。でもめぐちゃんに投票したらもしかしたら俊介くん選ぶかも。めっちゃ可愛くないですか？これ可愛くない でも私とめぐちゃんの絆はそんなもんじゃないしもう私はめぐちゃんの演技は好きだし今まで本当にめぐちゃんに感謝してるからめぐちゃんに投票した。いやマジでずっと言ってくれてたんですよ。裏でもさ結構さ話しててインタビューでもさみきちゃんのことめっちゃ話してたんだけど全カットされてるの。まあまあね、まあ、そういうもんよね。短いから尺が。そうそう、いっぱい使ってほしかったもん。だけど私たちは本当に仲がいいよね。なんかいろいろあったな。私最初本当に最初の3話ぐらいまでマジでドラクエの撮影地獄だったと思ってたもん。みきちゃんは特にそうでしょ。もう行きたくないみたいな。うわっあと1回ドラクエだみたいな。あやだやだやだ、あの顔のちっちゃい子たちとなんかああどうせまた一人ぼっち残るんだみたいな。で撮影になってさみんなさあみきちゃんみきちゃんみたいなってさトモくんとかいじってたりねとかやってさふざけるじゃん、うん、でいざさキスシーンとかになってさで選ばれないじゃん。その時の空気をその後なんかみんないじれもせずいじれいじれもだけどそこはさ私なんかやばい二人のキスシーンとかやって盛り上げてスタッフさんに怒られるっていう。めっちゃ怒られてた。一人だけめっちゃ怒られてた。私何回怒られたか分かんないよ。そうそう、もうなんかこの空気を打破しようとミキちゃんが一生懸命そうやってやってくれてるのにめっちゃあのふざけないでもらえますか。私ね1話で怒られたもん。1話であの皆さん初めましてって言ってじゃあ稽古着に着替えましょうって言って女子とか男子で着替える場所別だった時にもうめっちゃでかい声で絶対みんなチャラ男だろとか言ってみんなチャラ男だとか言ってめっちゃでかい声で言ってたらなんかスタッフさんにちょっとミキいいって呼び出されてマイクがついたから全部バレててあちょっとミキあのそういうことはあの言わないでもらっていいかなって言って怒られたでしょ一回で。その後のインタビュー撮影でさミキ、まあ、盛り上げたい気持ちはすごいわかるよでもアイドルしたら本当にやっていけなくなるよみたいな感じで怒られたでしょ。でその後に、はるちゃんと、大地くんのキスシーンの時に電車、うん、バスで移動だったじゃん。その時にもうめっちゃ二人がどんなキスするんだよカクテルキスってどうだちょっと待って下入っちゃうんじゃないのえまさかのとかやってなんかもうキスシーンの予想とかしててどうする夏だしもう水中でキスって言ってたどうするやべーとか言ってたら、ね、ミキ本当にもうなんか何も言わず指さされたスタッフさんにって怒られたでしょ。でその後トム君とカオリちゃんのキスシーンの時もモニタリングしてた時に、うん、なんかトム君がホルモンやべえって言った。あやばいホルモンやべえわってでそれでみんながんってホルモンじゃなくてフェロモンじゃねってなってそれ でみんなで大爆笑したのよ。でその時になんかあじゃあ今からプレイバックしますみたいな時に私がめっちゃでかい声でホルモンプレイバックしますって言ったらカメラマンさんにミキそういうんじゃないからそういうこと言うのやめてって怒られて、うん、あすいませんみたいなやばかったよねその時本当にめっちゃボケホルモンプレイバックしますとか言ってめっちゃ怒られた。ずーっと怒られてるね。もうずっと怒られてる。何が怒られたかな。そこその後もねずーっと怒られてた。盛り上げてくれてたから余計だったよね。余計に怒られ役だった気がする。ミキはさ選ばれてないんだよみたいなで、すみませんめっちゃ怒られた。一番ナンバーワン怒られた。ナンバーワン怒られた。ひたすら怒られてたわ。怒られてた。でも盛り上がっちゃってたけどね私たちも。本当そういうミキちゃんがみんな大好きだったんですよ。ずっと笑ってたよね。そうそう。だからね徐々にあ楽しいなってなってオーディション受けれたりとかして。楽しいなってなって毎回なんかあの明日どこいだみたいなね、みんなに会えるみたいな。そう楽しかったのか悲しい終わっちゃう。裏話、うん、まだまだいっぱいあるけどありすぎてもう言えないよ。いやもうこれ多分ねいろいろ人増やせば増やすほどもっと出てくるから、うん、ちょっとこれ今回はミキミグだけど、うん、ちょっと次また違うメンバーも呼んで男子メンバーも呼んだねいろいろ話したいと思います。はいこんな感じドラコイラ